皆さんどうも明けましておめでとうございます。ピオキングです。今年もよろしくお願いします。それじゃあまたね。この動画が良ければグッドボタン、そしてっていう冗談は置いといてですね、皆さん本当に明けましておめでとうございます。今は0時00分ですか。まあ、この動画をですね、元旦の0時00分に上げてるわけなんですけれども、まあ、この動画をですね、速攻で見てくださってる皆様、本当に感謝感謝です。まあ、今年の冬はですね、なんか寒い気がするんですよね、去年とかに比べたら。去年はね、結構暖かかったんですけどね、なんか今年は寒いなと思いますので、皆さんどうかですね、まあ正月だからといって、はしゃぎすぎないで風邪をひかないように気をつけてくださいね。去年の動画はですね、実写を上げたんですよ。まあ、元旦おめでとうございますっていうね、まあ、今年もなんか同じだったら面白くないなと思って、まあ、今日は声だけにしてるんですけれども、まあ、声だけも面白くないなとは思うんですけどねまあそれでもですね、やっぱ去年とは違うテイストでやりたかったんで、そしてね、やっぱ今年、まあ、今年っていうか去年か、もう去年一番お世話になった皆さんにですね、挨拶しておきたくてこの動画を収録しています。いや本当に去年はですね、皆さんどうもありがとうございました。まあ、たくさんの皆様、僕からしたらたくさんなんですよ、本当にたくさんのね、あの皆様から支えられて応援されてですね、非常に嬉しかったですね。本当に感謝しきれないぐらいたくさんのコメントやあのメッセージ、そしてツイッターからのね、あの DM など、もう本当いろんな方からですね、応援されて大変恐縮ではありますけど、これからもですね、精進していきたいんで、どうかよろしくお願いします。今日の動画はですね、あのラジオ感覚だと思ってて聞いてもらえればいいかなって思うんですけど、今日はですね、僕がですね、ゲーム実況にかける思いっていうのをですね、まあ、元旦なんで恥ずかしいけど皆さんに伝えておこうかなと思います。僕が一体どんな気持ちでゲーム実況をやっているのか、まあ、ゲーム実況をやってる方っていうのはね、様々な気持ちを持ってですね、やってる方いろいろいると思うんですよ。その中でもですね、僕がこのゲーム実況にかける思いっていうのは、まあ、ちょくちょくですね、あのコメントとかをですね、いただいたこともあるんですけど、まあ、学校とか普段の生活でね、充実してないと、まあ、充実って言いますか、あまり面白くないと、まあ、学校でいじめとかがあってですね、なかなか学校に行けない方、そして人付き合いが苦手で友達がちょっと多くない人、多くない方、そして家に引きこもってしまっている人、ちょくちょくいらっしゃるんですよね。でもピオキングさんの動画を見つけてから毎日が変わってますと言ってくれてる方がいるんですよね。そういう方はですね、今はちょっとどうかわかんないんですけれども、まあ、そういう方にとって僕が何をできるのか結構真面目に考えてたりするんですよ。たまにね、絶対にやめないでくださいっていうね、コメントもいただいたりします。やめれるわけないじゃん。一人でも二人でもですね、僕を必要としてくれてる方がいるんだから、やめられるわけないじゃん。一人二人でも僕の動画をですね、楽しみに待ってくれてる人がいる。たったそれだけでね、やめられるわけないんですよ。あのね、人気実況者とかになれば話はちょっと変わってくるかもしんないんですけど、あのね、僕からしたら、リスナーさんって家族みたいなもんなんですよ。前も言ったかと思うんですけどね、僕の動画ってあの近所の兄ちゃん感がね、ちょっと出てる動画だと思うんですけどね、まあそれにコメントしてくれてる皆さんっていうのは、やっぱり近所の、まあ、兄ちゃんの家に行ってちょっと一緒にゲームをする、まあゲームを見るっていう形だと思うんですよ。まあそれにコメントくれてるっていうのは、まあそれに対してですね、あの喋りかけてくれてるっていう感じって僕はね、あの感じるんですよ。小規模な枠だからそんな感じで言えるのかもしれないんですけど、その家族がですね、やっぱ苦しんでて、まあ、動画の中でもね、やっぱ会えるのを楽しみにしてますと、そうやって言われたら、みんなやったらどう思いますかね。まあ、知らねえよって思う方もいれば、うわ、それはやっぱりやめられないねっていう方もいれば、これもね、人それぞれの考えがあると思うんですけどね、僕はやっぱりやめられないなって昨日ちょっと言われたんですよ。今ゲーム実況してるけど、ゴールはどこって言われたんですよね。いや急にそうやって言われて、非常に考えさせられましたね。まあこう言いましたよね、ゴールなんかないよって。別に人気者になりたいわけじゃない、ただね、あの必要としてくれてる方がいてくれる限り僕は配信し続けるって、そうやって言ったんですよ。へえみたいな感じで終わったけどさへえみたいなもうちょっとなんかいい返し言葉くれよって感じなんですけど、確かにね、言われてみたらゴールっていうのはマジでないんですよ。まあ、配信してる方はこの中にもいるかもしれないんですけどね、やっぱり必要としてくれてるっていうのは非常に嬉しいことでして、まあ、配信してる方だったらわかると思います。
まあ、僕は実況し続けて1年半ぐらいかな、もう1年半にもなるんですけどね、まあ、毎日見てくれてたりする人もいるし、まあ、毎日コメントもねしてくれる方もいます。そこでパッと僕がね配信をやめたり何かしらやめたりすると、いっぱい配信者さんはいると思うんで、その人たちにねスッと切り替えれるかもしれないんですけど、まあ、リスナーさんをですねやっぱ見捨てるっていうことは絶対にできないですね。まあ、リスナーさんっていうのは神様でありファンであり家族なんですよ。まあ、僕がゲーム実況にかける思いっていう話はねちょっとずれたかもしれないんですけど、まあ、動画を通じてですねやっぱ一緒に笑うことができたり、クスッとね微笑んだり、その笑いによって元気をね出してくれるような動画をと思って動画を収録してますね。それはですね非常に簡単なことではないんですよ。まあ知らない方からすれば、僕なんて誰だかわからないようなやつがね、いつもうるさい感じでさ、まあ、わーとかギャーとかね、わっはっはとかねめっちゃ笑ってたりするんですけれども、まあ、他人の人のそういうのって受け入れがたいっていうのはね結構あると思います。まあ飲食店とか行ったらさ、うるさいやつとかいるじゃん、大声で笑ってたりとかさ、まああんな感じなのかなとか思うんですけどね、ちょっと受け入れがたいなみたいな。まあそれよりもですね、こういい声で安定した感じで喋ってる人の実況の方がいいっていう方もたくさんいると思うんですけどね、やっぱ僕は性格上こういう感じなので、まあ動画の感じはね変えることはできないんですけど、それでもいつも見てくれてる、まあ応援してくれてる皆様本当にありがとうございます。まあ今日はですね元旦っていうことでこんな感じでいいかな。まあそして告知にはなるんですけれども、正月スペシャル動画出していきたいと思います。それじゃあご清聴ありがとうございました。今年も皆さんいい年でありますように。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。